2016年の3月に卒業しました今井と申します。現在はプランナーという部署で製品の販売予測から、出荷までの在庫管理を行っています。よろしくお願いします。2018年3月卒業の戸田武です。私はフード課の餅の製造を行っています。よろしくお願いします。私は、きっかけは担任の先生だったんですけど、自分で調べていくうちに、若い世代でもしっかり活躍できる会社なんだなと思って、決めました。はい、私が決めた理由は知人の方の紹介で入りました。サッカーチームがアリスにあるので、そのサッカーチームの方たちのいろんな部署の人たちの話を聞いて、自分もまた新しい道を選びたいと思ったので、アリスに決めました。はい、私は、会社自体はすごいスピード感のある会社だなというふうに感じています。で、自分の部署に関しては、一般チームで入ったんですけど、結構イメージとは違ったなとは思っているんですが、大変なこともたくさんあるんですけど、毎日やりがいを感じながら仕事しています。はい、私がフードから入って感じたことは、結構数字を意識することが大事だなと思ってます。小さい頃とかは数字のことは全く気にしてなかったんですけど、フードから入って生産の本数とか実績を考える上で数字が大事だなとは思ってました。はい、私は、社歴が浅くてもしっかりと仕事を任せてもらえて、若い世代でもチャンスをたくさん与えてもらえる環境があるというところが魅力かなと感じます。はい、魅力はサッカーチームにあったり、たくさんの行事の中でいろんな他部署の方たちとも関わることが魅力だと思います。はい、現在コロナ禍ということで就職活動だったり進学活動大変なこともたくさんあると思うんですけど、高校時代にしか感じられないこともたくさんあると思いますので、ぜひ毎日充実した生活を送っていただきたいなと思います。また、もし一緒に働くことがあれば、会社と地域の方を一緒に盛り上げていけたらいいなと思っています。今自分が持っている目標だったり夢があると思いますが、それを達成するために今できることはたくさんあると思います。そのことを行えばもっと自分のさらなる高みの方を目指せると思うので、夢や目標を諦めずに今できることをたくさん行って頑張ってください。